あら、ずいぶんと早いのですね。玉空様が四神宮で皆様を待っています。あんたは来ないの？私はもう報告を終えたので遠慮しておきますね。かしこまりました。被害データを軽減将軍に報告してから大牧師の人間を呼んできなさい。これほどの騒ぎ、知らないふりはさせない。請求列車の旅人たち、ようこそ。そなたらの来意はすでに帝運から聞いた。本来なら旅人と接見するのは私の職務ではないけど、性格の存在を知りラフに協力すると言ったと聞く。ならば当然皆さんとお会いして直接伝えるのが筋であろう。謝絶の言葉を。たかが性格、同盟がすでにそれを知ったのであればいずれ対処法も生じるでしょう。泉州は8000年も空をかけてきた。存亡の危機などとうに見慣れたこと。眼下の災いは凄まじい勢いであるが、私たちには解決する余力がある。よそ者の力を借りるには及ばない。皆さんは遠路はるばる来られた客人の身分、当然この事件に介入する筋合いもない。私の言葉がお分かりで？現在の状況を見ると性格の影響は完全に侵入していない。一刻も早くその位置を特定し制御すれば、侵食された空間も侵占された人も元に戻る可能性がある。俺たちはかつて性格の災いを止めた。今回も皆さんの力になるべく尋ねたまで。分かりやすく伝えたと思ったのに。これは泉州同盟の事情よ。請求列車の手を煩わせるつもりはない。敬意を示そうと私自ら皆さんと接見し、最終的な結論を伝えることにしたの。この結論が覆ることはないわ。しかし。もういいってよ、おじちゃん。同盟が自分たちで解決できるならうちらも手間が省けてよかったじゃん。もう行こう。いいえ、行かせるわけにはいかないわ。は？さすがにひどいんじゃない？ラフで性格が発見されたのはたった数日前。現在政策会は全面的に封鎖され、誰一人離れられない状況にあるわ。ここで起きた全てのことが性格によるものだとは言い切れないでしょ。精査会の入室記録を見た結果、数日前にシステムをハッキングし玉海門を開け、ある感染が入行したことが分かったわ。そう、つまりあなたたち請求列車のことよ。そしてシステムをハッキングした人物はかなりの凄腕のようね。まるで挑発するかのようにわざわざ自分のマークを残していたわ。性格ハンターの一員、銀狼のマークをね。これについてどう説明してくれるのかしら。この謎が解けるまで天白氏にいてもらうわ。よく、そう怖い顔するな。銀河中に知られたら泉州同盟は客人への扱いが粗雑だと現れてしまう。将軍様。請求列車が性格ハンターと手を組むわけないだろう。ライバルなんだから。皆さんの面会を邪魔してすまない。私はラフの運気将軍軽減。将軍様、これはラフ内部の事情。ふむふむ、内部の事情。私は舵取りの意見に賛成だ。
悪いが列車の諸君、ラフに性格が存在するのは確かだが、諸君の行為は断らせてもらう。これは泉州の問題、泉州自身で解決するしかない。しかしこうやって訪ねてきたのだ。手ぶらで帰らせるわけにもいかない。性格の件は列車の協力を拒否させていただくが、別件で頼みがある。さあこちらへ。請求列車か。以前よりその名を聞き朝見を抱いていた。今日この目で見ることができるとは後人の至りだ。将軍様のご尊命はかねてより伺っていた。それで頼み事とは。ああ、諸君でなければならないことでね。数日前、泉州の用地に飛び込んできた性格ハンターを捕まえた。名はジン。そいつを審問するとき、大木氏、つまり泉州の情報データを推断し解析する部門が、泉州に潜んでいたその仲間カフカの通信を傍受した。そしてその時の通信対象が、うん、諸君と性格ハンターの間柄なら私も多少耳にしたことがある。大牧師は君たちが手を組んでいると判断したが、ありえないと私は言った。列車が義にあふれし者たちである美名は銀河に広がっている。あんな雑敗と関係を持つはずもないだろ。だからその通信は性格ハンターが弄した愚かな策に違いない。性格の災いであれば泉州には解決策がある。しかし完全に沈めるには時間と運気軍の戦力が必要だ。カフカという存在が泉州に潜んでいる今、放っておくわけにはいかない。性格ハンターがわざわざ列車をラフへ誘導したのであれば渡りに船。この将軍の身分を使って諸君が泉州で自由に行動できる権限を与えよう。姿をくらませているカフカを誘い出し必ず捕らえてほしい。そうすれば性格ハンターに着せられた濡れ衣を晴らすことができよう。そして奴らが泉州に潜入した目的と性格との関連も明かされる。列車の諸君にとってもいい取引だと思わないかい？うん、君はどう思う？これで性格ハンターが捕まるなら泉州は諸君に借りができたのと同じこと。そちらが誠意を見せたからにはラフも誠意を持って答えねば。いいだろう。素晴らしい。では決まりだ。すぐにでも玉空に告げ、情報を共有して精鋭を回すよう伝えておく。きっと捜査に役立つ。泉州に滞在する間、天白氏や運気軍の協力が必要になったら遠慮せずに行ってくれ。うん、君のことは知っている。泉州は請求列車にずっと注目してたからね。現在知られている性格ハンターは5名。リーダーのエリオ以外、大まかな行動はカフカが主導している。大牧師が暗号通信を捉えていなければもっと長く影に隠れていただろう。ジンはカンパニーに指名手配されているだけでなく泉州の重罪人でもある。すまないが彼の情報を提供することはできない。
性格ハンターを捕まえたら私たちに渡してほしい。ああ、通常の手ならな。だが、大牧師には独自の方法がある。誤解しないでくれ。泉州は犯人を拷問したりしない。尋問には必ずしも暴力が必要なわけじゃないからね。とにかく、その後はお任せを。手に入れた情報は余すことなく皆さんに共有すると約束しよう。ことがうまく進み、時間が空いたらぜひ宇宙で見聞きした様々なことを教えてほしい。私は事務に追われて何年も遠出をしてないから。しばらく消息を絶っていた列車が再び星々をかけ軌道に戻ったと知り、まことに心が躍るよ。私は他に用事があるため先に失礼する。では。軽減か、ただものではないようだな。怪しいまではいかないが、どこか違和感を覚える。そうだ、怪しいといえばわずかではあるものの、故意に陣の情報を流してきた。運気軍が性格ハンターを捕らえたというのなら、それを手がかりにカフカの居場所を特定すればよいものを、どうしてわざわざ俺たちに誘い出させるんだ。よそ者が性格の件に関わるのを避けるのに、性格ハンターのことについては寛大だ。そう、俺が思いつく理由は一つ。陣の逮捕の真偽がどちらであれ、少なくとも今の彼は泉州の手から逃れている。そして性格ハンターを誘い出せるのはカフカとつながりのある俺たちだけ。だからケーゲンは遠回しに援助を求めてきた。ジンの逃走を知られては困るからな。もしこの仮説が正しければ、俺たちは一歩事件の核心に近づいたとも言える。大木殿、私と彼らの話を聞いてただろう。君の考えは？考え？天理は明白だが人心は奥深い。あの者らの来意が吉か凶か占って差し上げましょうか。それは結構。請求列車はこのことと無関係だ。私が保証しよう。我々もその来意を深掘りする必要はない。餌で魚が釣れればそれで十分。それ私の提案でしたよね、将軍。そうそう、普賢殿の知恵は実に心強い。今後も頼みましたよ。ならば早く座を譲ってもらいたいものです。それはまだ早い。万が一変数が生じたら、将軍の私が責任を負わねばならない。すべてを手放して普賢殿を基地にさらすわけにはいかないからね。一刻も早く性格ハンターを私に渡していれば、こんな面倒なことにはなりませんでしたのに。一体どういうおつもりで？軽減、まさかわざと逃がしたのです？私が？普賢殿のように未来を占うことのできない私がかい？これは運気軍の怠慢が原因であり、私の責任だ。分かってますわ。泉州の雑務に追われさぞかし疲れているのでしょう。この私が下で支えていなかったら。そういえば次の録音会議では、今度こそ私を
次期将軍に推薦する約束を果たしてもらいますから。はいはい、了解了解。私は別の用事があるからここで失礼する。あとは才に恵まれた右玄殿に任せた。先週の厄介事、机の上の公文書、花壇の雑草、この三つはどう力を尽くしても綺麗にならないか。将軍、大木が将軍の座に就こうとしているのは誰もが知ってること。彼女は才能を持っているが、もっと心を磨く必要がある。そのまっすぐな気質が磨き直された日には私も引退を考えよう。性格のことなら面倒くさいも何もない。逃げたならもう一度捕まえればいいだけの話。将軍が命ずれば僕が今にでも奴を追うけど。元凶よ、何かをなそうと焦る気持ちはよくわかる。だが今ではない。剣士の名が欲しいのだろう。下手に動いて交戦するのは避けるべきだ。特に重罪人相手とはね。将軍は僕があの陣に負けるとでも？そう躍起にならないでくれ。我慢してほしい。泉州の平和を維持するのは剣術とは違う。計画通り順を追って進めてこそ精を成す。それに裏で動いているものもまだ明らかになっていない。疑問は一つ。それが解き明かされるまで棄局は今のまま維持させる。そしてその疑問こそ正確だ。どのようにして天白氏の審査と大木氏の推定を避け、どこに置かれたのか。一番手っ取り早いのは二人の性格ハンターを捕まえて大木のところに送ることなんじゃないか。この件はすでに列車の客人に託した。焦ることはない。ことの最後には君の手が必要になる。君は私が最も信頼する人物だからね。君にしか託せないことがある。よく聞いてくれ。まったく私がいけないんだ。若いのを家に閉じ込めすぎた。何かをやらかしてもおかしくない。箱の中の三尺水、いつに方々を試さん。でも今回はその揚々とした息がくじかれるだろう。皆様の面倒を見るようにと託されました。どうやら恩人様たちとは深い縁があるようです。天白氏がイーチェン各社に最高の部屋を用意しております。どういたしまして。次にまた玉空様にお会いした時、私の美言をいくつか言ってくだされば慰めになります。働く運命には慣れていますので。はあ、各社の看板を見た途端睡魔が押し寄せてきたよ。結構慌ただしくしてた割にまだ日が暮れてないんだね。
地震宮でかなりの時間を過ごしたと思ったのに。さっきだってあの玉空様がしかめ面をした瞬間、隣の兵士たちが飛びかかってきてうちらを牢屋に入れるんじゃないかと思ったよ。大物と交渉するのってモンスター退治よりも疲れるんだね。あ、別に玉空様の悪口を言ってるわけじゃなく。ご安心ください。私は告げ口をするような人ではありませんので。ですが部下として使える人のために弁明させてください。ラフの至るところに危機が潜んでいる今、天白使を率いて泉州の関門を背負っていらっしゃる玉空様が警戒を強めるのは当然の義務。プライベートな場所でしたらあの老大臣もそう堅苦しく接することはなかったでしょう。あの老大臣は昔泉州の雲気軍飛行士の中でも傑物であったそうです。炎のような性格と一流の腕前を持ち、冗談もお好きだったとか。ただ年月が経ち、凄腕の飛行士はその短気な性格を抑え一師を率いることになった。全ての面倒事を完璧に片付ける方になったのです。ほら、今こうやって私が皆さんを各社に招き快適に過ごせるよう手配したのも玉空様の命でしょ。先週はおもてなしの礼を欠いてはいません。そういえば玉空様はこうもおっしゃっていました。好きなものや食べたいものがあれば直接オーナーさんに言ってくれていいと。すべて天白使のツケに回しますので。あんたが先に言ってよ。コホン、ここまで熱くもてなされるなんて、その行為に甘えてちゃんと楽しまないと逆に失礼なんじゃないかな。ね、よおじちゃん。いや、俺たちは依頼に専念しよう。前回玉空舵取りが俺たちの介入を拒んでいたのはカフカの居場所に心当たりがあるからなんじゃないか。ご明察。犯人はとても賢い。周波数バンドを暗号化する以外にも通信時間を程よく調整し、具体的な位置を把握できないようにしていました。ですがそれでも大牧師に尻尾をつかまれた。座標はここにある。どうするかは君たちが決めるといいわ。全く異なる目的を持っているように見えても群生はやがてその軌道を交差させるものよ。ではさようなら。彼女の言葉に惑わされてはいけません。おそらく何らかの装置が動作している音かと。この手がかりさえあれば今の状況もって何も変わらないよね。先週はスターシップだし、この音もありきたりなものでしょ。美月様、確かに一般の方にとってはありきたりかもしれません。ですが設備のメンテナンスを担当する構造士であれば話は変わってきます。彼らにとって機械が動作する音は曲の旋律のようにどれも異なるのです。そこで将軍様が職人を呼んで判別させました。その結果カフカの後ろで響いていたのは海星港の造船施設だと判明しています。皆様、今はどうかゆっくりお休みください。準備が整い次第賊を捕まえに行きましょう。その時はぜひ皆様の腕前をお見せしてくださいね。